阪の八尾市にあるフランシー・ジェファーズカフェに来ました。でここのカフェはマウンテンバイク屋とこの中を入って、で店内もマウンテンバイクで2階まで行けるカフェなので、来る方はマウンテンバイクで来てみてください。今回アオは折りたたみ自転車で来てしまったためちょっと入れないんですけど、まあ、入り口この辺とかだったらバイクでできるので、ぜひみんなも来てみてください。それではGo!青は柚子ソーダを頼みました。で中に果肉が入ってたからすごいつぶつぶしててなんか美味しい。でソーダもなんかあっさりしてる、すごいあっさりしたなんか飲み物って感じで、これがピーチ、いただきます。ピーチの方が逆に薄く感じる、なんか柚子は果肉が濃いから。もう一個頼んだんが、せーの、じゃーん、なんちゃらハンバーガーです。でこれは数量限定みたいで、すごい人気な商品で、FJ バーガーやって、ナイス。こんな感じで、なんか食べ方とかも書いてるから、まあこれを食べようと思います。いただきまーす。なんかクリームブリュレとかバームクーヘンの中にクリームチーズかで、ブリュレにしてもらったりとかチョコレートカスタードとかいろいろあったんで、まあ、ぜひみんなも行ってみてください。ちなみにお値段は410円とかやったり480円とか450円か、値段が結構バラバラなんで見て、購入してみてください。通販もあるみたいなんでチェックしてみてね。じゃあバイバーイ。